ワンバウンドリフティングをしながら、タオルを踏まないように、ボールを当てないように前に進みます。帰りは後ろ向きで戻ってきます。進むときは、ボールの真下を蹴るのではなく、行きたい方向に向かって少し斜め下あたりを蹴る感じで。後ろ向きで戻るときは、ボールをつま先で引っ掛けて引いてくる感じでやってみてください。できる人は四角の中で止まらないように進んでみましょう。ステップ1と同じように、次は横向きに進みます。足の親指側や小指側もうまく使いながら蹴ってみてください。できる人は四角の中で止まらないように進んでみましょう。最後は四角の中からスタートします。四角の外に出たら、必ず四角の中に戻ってから次に進みます。前、後ろ、右、左、4方向あるので、右回り、左回り、両方やってみてください。